いらっしゃいませ。本を愛する読書司書のブックチャンネルです。図書館司書の私が本の魅力やおすすめの本を紹介していきます。こちらが私が所蔵しているブックカバーのコレクションです。一つ一つ紹介していきます。まずはこの革製品のシリーズの3つ。1つ目はバイオレット・エヴァーガーデンです。見えますかね、こんな感じのバイオレット・エヴァーガーデンというアニメのブックカバー、すごく装丁が可愛くてですね、なかなか使えないんですけども、いつか使おうと思います。作品目がこの十二国旗のブックカバー、これも原作小説のシリーズ、大人気小説。ここに刻印が入ってて、中こんな感じで十二国旗の図と十二国旗の名前が書いてあります。金でかわいい。そして最後3つ目、これは岩田書店さんというところの、北海道の書店さんの1万円聖書が当たったので、そこで一緒に購入しました。緑で革の装丁なので結構しっかりしていて、ここにしおり代わりのものもついていますね。すごく可愛くて素敵です。次はジョーカーゲームのブックカバー、中にこう書いてありますね。柳博さん原作のアニメや映画にもなった小説です。こんな感じで刻印がジョーカーゲームと書いてあって、すごく素敵ですね。かっこいいです。次はこの2つ、こちらはどちらも郵便局で購入しました。結構そのビニール的な生地で、意外と頑丈なので気に入ってます。次はメルカリで購入しました。ハンドメイド作家さんから購入した猫のスピンが可愛いハードカバー用のブックカバーです。ここからは本を守ってくれる度合いがアップします。文豪の文庫ポーチです。こんな感じで中を開いてもらうと、中にスピンと本を押さえるためのゴムがあります。外の模様も可愛くて素敵ですよね。ガチャガチャで昔売ってあって、こんな感じでちゃんと本を守ってくれるので、本がペラッと開いてしまうことが絶対にないです。ただ、ガチャガチャなので、なかなかもう今売ってないんですよね。そこが残念です。本を守ってほしいという人のおすすめなのが、こちらのブックカバーです。一見普通のブックカバーなんですけれども、本を閉じるとき、この後ろの部分を前の方に出して、で、ペタッとマジックテープで貼り付けます。すると、こんな感じで本をきれいに守ってくれます。バッグに入れても安心ですね。で、このスピンがすごいお花で可愛い感じなんです。上がちょっと気になると思うんですが、これは早川さんのミステリー文庫に対応しているので、ちょっと大きめに作られています。これ、本の装い堂さんというところが作られています。インスタやツイッターなどでイベント参加の告知をされているので、ぜひチェックしてみてください。今回紹介したブックカバーはほとんど文庫本です。ただ、私は18センチサイズの新書本や20センチ幅の文芸書を読むことも結構多いので、なかなかこういうブックカバーがハマりません。そういう時でも先ほどご紹介した本の装い堂さん、かなりいいです。こんな感じで文庫本だけでなく、ビジネス書や新書、最近では単行本なんかのサイズも展開していらっしゃいます。オーダー会で好きな布柄をお願いした時に、一緒にサイズもお願いすると、その大きさで作ってくださいます。じゃあ、そもそもどうして私が本にブックカバーをつけるのかと言いますと、私はもともとこんな感じで透明カバーを自分の持っている本にはつけています。こうすることによって汚れなどを防止してくれるので、基本的にはカバーをつけなくても大丈夫なんです。でも私は基本的にこんな感じで図書館で本を借りてくることが多いので、そういった場合こんな感じで図書館の名前が書いてあることがあります。なのでそういう個人情報をバレたりとかするのを防ぐのにこういうブックカバーを使っています。皆さんもぜひご自身のお気に入りの一つを見つけて、自分の本や図書館で借りた本にブックカバーをつけてみてください。最後までのご視聴ありがとうございました。